タイルみたい。本当だ。ヨナミです。夏はとりあえずモルツ。うまいはず。麦芽 100% サントリーモルツ。枝毛を知らない髪。リーゼエクセレントは毛先から3センチのダメージスタートゾーンにもプロテインガード EC が浸透。枝毛を食い止めます。リーゼエクセレント。髪がほっとする。I've got the financial statements for the South Carolina plant.I'll try some sake. ビジネスを変えていくビジネスクラスです。ANA らしさ、クラブ ANA。なんかこう鉄分とカルシウムが足りないのよね。困ったご時世ですこと。いずれ血となる骨となるサントリー鉄骨飲料。先生もモルツです。うまいはず。麦芽 100% サントリーモルツ。おっと、今回はドナルド記者が新しい光を発見した模様であります。パルクにショーアップフィルターがついて明るく色さらに綺麗。ナショナル蛍光灯ニューパルク、夏のお取り替えにも。ああ明るい。ナショナル。この番組はサントリー松下電機、ネッスルレナウンの提供でお送りします。ウイスキーがお好きでしょ、ありふれた話でしょ。ウイスキーがお好きでしょ。夏の贈り物、サントリークレスト12年。寝てる時に電話が鳴るとびっくりするよね。パナソニックならモーツァルト着信音だから驚きませんよ。呼気も軽々長電話しても使えるボタン、コキももう一台増やせるし。湯気に詳しいね。だって僕ん家電気屋だもん。ありがとうございました。家族に嬉しいパナソニック行動レズルズフォン。それだけついて6万円ですよ。パナソニック。アスペンチャーイズアスペンチャーウィキフレーミング。はい、皆さんこんばんは。今日の絵はアポロンの秘宝、なんでしょうね。太陽神の棺ですね。さあ、この題名だけで一回目の冒険、大ロマン、そういう感じますね。そう、レーダース、あれ思い出すんですね。この作品はちょうどあのレーダースの冒険、いかにもロマン冒険、古墳を入り込んで神の棺を開けたら中にすごい宝石があった、ああいうふうなロマン、これが今日の映画の目的ですね。見事ですね。けれどもこの映画で一番注目したいことは、これがアメリカ映画なんてイタリア映画なんです。イタリアの映画いうところが今日の注目ですね。アンソニー・ドーソンが監督してます。アンソニー・ドーソンはずっと映画の俳優でした。ところが監督になってイタリアでローマの崩壊、それから顔のね殺人鬼、それからまだ惑星からの侵略、そんなのを撮りまして、いかにもこの道のこういう作品の対価になりました。いかにも ロマン冒険の、さあ今日はこのアンソニー・ドーソンの本当の野心作ですね。さあロケーションがイスタンブールとかいろんなとこが出てきまして、皆さんいかにもこの感じが出ますよ。それから蛇の穴に張りかけたり、冒険冒険冒険、次から次スリルサスペンスがありますよ。さあ今日のこの1983年のイタリア語、お家族揃ってみんなでこの冒険のロマンの中に入り込んでご覧くださいよ。それでは後でまた会いましょうね。
お元気ですか？私はちょっと一休み。なんかこう鉄分とカルシウムが足りないのよね。のよね。困ったご時世ですこと。いずれ血となる骨となるサントリー鉄骨飲料。あなたに贈る香りは花ギフトにサントリーブランデー XO デラックス。冷蔵庫はパッパッパシャル解凍デラックチャチャチャ氷と味で美味しくなくちゃ美味しくなくチャチャチャ氷も自動で水はうまいチャチャ花も上下に動かなく上から右から左から立体重低音 3D ドームガオーが加わった。BS 時代のラインナップパナソニックガオー。ガオーが揃った。パナソニック。銀ならビア銀城。うまさ爽やか。ビア銀城からやぶりサントリーから新発売。山崎が歌っているソロである。ソロなのに三重奏四重奏の味わいがある。これがピュアモルトウイスキー山崎の不思議な魅力である。何も足さない何も引かない。サントリーピュアモルトウイスキー山崎。光デジタル伝送技術が今初めて商品化されました。パナソニックの光コンポは本体とスピーカーをデジタルの光でつなぎます。SN 比90デシベルの高音質高密度の情報が赤外光となって飛んでいきます。デジタルだからサウンドはピュア。音の劣化がありません。マルチメディア時代を開くパナソニックの光デジタル空間伝送技術。パナソニックの技術です。パナソニック。ユーローコーヒーネス。緩やかな時間のことです。香りとコクのヨーロピアンシティローストネスカフェエクセラをアイスで。
はよう。休日の白いシャツ、スコレ、レナウン。本日のメインイベント、アジャハン and Iron Girls。 ヘッヘッ、アジャハン。INO 来ておいでとアジャさんが言った。 I am girl。 強い子の INA Express。 Renown。 この一杯のシンフォニー、ゴールドブレンド。目を閉じると見えてくるものがあります。求めているのは上質であること。味のプレミアムコーヒー、ネスカフェゴールドブレンド。履いているのに履いていないような、履いているのに履いていないような、呼吸するパンティーストッキング、エアロビーナだって。通気性は大事よね。呼吸するパンティーストッキングはエアロビーナ。レナウン。何やってんだよ。ナンバくん、ナンバくん、通勤快速、いや助かった通勤快速君のおかげだよいいよ、いいね。サラリーマンのお中元通勤快速、抗菌防臭ソックス、レナウン通勤快速。レナウン。ユーローコーヒーネス、緩やかな時間のことです。香りとコクのヨーロピアンシティロースト、ネスカフェエクセラをアイスで。僕たちは同じ円の中にいる。愛の時代、インターメッツォ、メンズウェア。はい、いかがでしたか。アポロンの秘宝、
今日これご覧になりまして、皆さんはイタリア映画いうことを頭にお入れになったでしょう。はい、レーダースとかたくさんたくさんあるのはみんなアメリカですね。ああいうアクションものはアメリカが占領しましたね。けど昔々その昔はイタリア、フランスがこういうもの専門でした。ことにイタリアは古跡名所、古い古い建物、古い古いお寺がいっぱいありましたから、こういう何とも知れん古い古い古墳ですか、王様の棺のような怖い活劇物がうんとあったんですね。イタリアにカビリアというのがありました。カビリア、これはイントレランス、アメリカのイントレランスの2年ほど前の古い大正初めの作品でしたが、私これそうですね、小学校の1年生の頃見ました。カビリアという大きな古い古いお寺が出てくるんですね。さあその中で王様の前で生贄が殺されるとかあるんですね。女の生贄、生きた生贄ですね。それをくくって踊りながらこの女の首のあたりに刃物を持っていくところを見て怖いなと思ったんですけど、イタリアはそういう怖いアクションもののことにロマン、古代ロマンがなかなか得意だったんですね。そういうわけで大体こういうものがだんだん発展して連続活劇の元になったんですね。イタリアがまず最初連続活劇のオリジナルを作りました。それをフランスが新しい形でまた連続活劇を作りました。だからカツオ写真の始まりはイタリアが連続活劇の元を生んで、フランスがそれをきれいに料理して、それから後にアメリカが横取りして、アメリカがスマートに面白い連続活劇を作ったんですね。というわけで今日はイタリアの古い古いそのオリジナルをご覧になったんですね。面白かったですか。不気味に光る霧、100年前の忌まわしい伝説、それは全て恐るべき復讐劇の始まりだった。霧が街を覆う時、亡霊たちの魔の手が、鬼才ジョン・カーペンター監督が送るザ・フォッグ、霧の中に何かがいる。スーパーエアホースアクション、メタルブルー。 See, you and three other mates.Now. 米ソ両国にスクランブル、国旗もそして階級をも捨てたパイロットたちの共同作戦がスタートした。空のアウトローたちが見せるエアバトル、メタルブルー、特攻野郎 A チーム、必殺最後の大決戦。死をも恐れぬ彼らの今回の任務は、あの無敵のレスラーハルク・ホーガンと手を組み、ギャングの手から子供たちを守ること。暗黒街を舞台に暴れ回る A チームとホーガン、特攻野郎 A チーム、必殺最後の大決戦。アーノルド・シュワルツェネッガー主演、ゴリラ、シカゴのファミリー壊滅計画、匿名を受けファミリーに潜入する彼を待っていたものは、そして彼の計画とは。スーパーアクションゴリラ。90年日本映画の最高傑作、少年時代。東京が泣き出した、泣き出した東京が。数々の映画賞を受賞した名作が早くも日曜洋画劇場に登場します。俺は弱虫なんかじゃない。大原くん、少年時代、ご期待ください。はい、このように続々と注目の作品が出てまいりますよ。どうかご期待くださいね。それではさよなら、さよなら、さよなら。来週のこの時間はイギリスロイヤルバークデールゴルフクラブから第120回全英オープンゴルフをお送りします。どうぞお楽しみに。ケンタッキーストレートバーボン、アーリータイム、ここにもアーリー。 Only you
ーナスは三井のビッグ、三井信託銀行。新体験ミントの香りを飲む。笑えるうまさだ。スモーキー&カンパニーウイスキー誕生。ファインミント。ウイスキーがお好きでしょ。もう少しウイスキーがお好きでしょ。夏の贈り物、サントリークレスト12年。世界の車窓から、今日は波うるへ向かう車窓をご覧ください。富士通の提供でお送りします。インターシティ、車内で高校生のグループに出会いました。今日は学校で生物の試験があります。こちらも高校生の女の子たち、みんな17歳です。ベルギーにはアルコールやタバコの年齢制限がないので、車内でタバコを吸っても注意されることはありません。ただし学校の中はノースモーキングだそうです。の提供でお送りしました。明日はナミウルに到着します。この星のために、いえ私のために、雪の印、この空の果てに、そうよあなたの心、リゲイン。ボリュームアップしたくくれカレーだ。これで君も大丈夫。くくれカレー。聞く、見る、そして歌う、パイオニアレーザーディスク F1 新登場。F1 キャンペーン実施中。夕べはあんなに遅くまでお仕事されて、その後カラオケですって。それで疲れが取れりゃいいですよ。ああ、あら、ダメみたいですね。キューピーコアゴールドは疲れが溜まって抜けなくなってしまった時よく効きます。お元気ですか。二人は元気です。辛さがうまさ、ハウスジャワカレー。セレクトスペシャルライトボックス、スマートに軽い、したたかにうまい、
だからしたたかにいい女が振り向く。セレクトスペシャルライトボックス、粋なグレーボックスで新登場。缶チューハイに生が出た。私の幸せ缶チューとびっきりの生。清涼アルコール飲料宝缶チューハイ生新発売。ふん、おー、煙なし味きつめ2個新登場。こっちはきついぜ。せっかくの人生を末永く元気に過ごしたいということで、今度キャベジンが新しくなりました。 MMSC が150ミリ、この力で弱ってきた胃袋を一段と元気にすることができるんです。新しいキャベジンです。この世に恋のある限り、バナナのお酒タカラグリーンバナナフィズ新登場。お一つプリーズ、ハウスとんがりコーン。巡り合ったいろいろな夏、110回目のエキサイティングサマー、豊かな明日へ110年、明治生命です。商品券がカードになりました。スマートなお買い物が楽しめるプリペイドのカードです。あの人に贈りたい三越夢カード。